では明日からですね、高知競輪を盛り上げてくれる3人ということで、高知競輪も、3人の出場ということです。まずこっち側から手前から山中君ということで、山中君が明日 何レースですかね。2レースです。2レースで調子は、まあ、成績は良くないですけど、まあ、しっかり練習追い込んできました。明日は、明日はどうだね。何レースだったね。2レースです。2レース、はい、2レースで大丈夫、いけそう、思います。いけそう、はい、みんなに優勝してや、明日2レースの工程を置いてて頑張ります。工程をなさす勝ってください、はい、よろしくお願いします。はい、次はな今村君ということで、今村君、朝からナイターということですけど、はい、夜の方はどうですか、強いですか。あ、そうです、僕ナイターとかのミットの方が得意なんで、はい、あ、嬉しいです。あ、全然違うの、俺らと自分が全然ナイターはいかだった。あ、そうなんですね。早う 寝る方へ。あ、そうなんですね。で、明日は今村君が、はい、先行を狙うのか、幕に狙うのか、時代に行くのかということになったら、どっちを、どれを選ぶ、大体。まあ、そうですね、まあ、地元バンクなんで、まあ、前々に行けたらいいなとは思ってます。はい、で、今村君は、その先行だけじゃなしに、追い込みもできる。あー、まあ、ダッシュ、時給よりはダッシュがある方なんで、うん、まあ、やろうと思えばできるかなとは。したことはない、ない。まだないです。はい、まだない。はい、ということは、全部先行しに行くということ。そうですね、基本的に、まあ、自力は絶対、自力でね、してるんで、はい。うん、それで明日からの3日間は、ね、どうですか、自信は。そうですね、まあ、地元バンクなんで、まあ、一番走り慣れてるバンクなんで、まあ、自信持って頑張りたいと思います、うん、はい、最終目標はどこで。そうですね、やっぱ決勝上がって優勝できるように頑張りたいと思います。はい、頑張ってよ。はい、頑張って。はい、山原さんお願いします。成績がいいよね。本当ですか、ありがとうございます。で、まあ、高知のバンクやし、はい、それからナイターということもあるけど、はい、今度のほら前はミットか知らんやき、不安がおらんき、寂しいって言ったやんか。そうですね、今度はおるで。ナイター走らせてもらうの初めてなんで、高知の楽しみにしてました。そう、俺はナイターで頑張ってもらわないよね。今回高知勢がみんな 若いメンバーで、うん、まさかの私が最年長っていう、はい、もう23歳、同い年で。いや、22番しか見えない。お前ですか。あ、じゃあ私が一応年下で行きましょう。はははって笑いすぎ、ね、そういうの言わないから、全体がそうって言うぐらいで、ね、22歳、20歳ぐらいですかとか言わないからね。もうめっちゃ苦笑いで、明日はね、はい、山野さんは奈良レースと、はい、いうことですけど、まあ、差し当たり強敵がおる、そのメンバーに。いや、もちろん、はい、全部とは言いなよいや、でも本当ガールズはやっぱ点と点の争いなんで、いつ誰がどんな仕掛けをするか分からないんで、ね、気は抜けないですね。前というのが、はい、本当はあるもんね。そうですね、それから言うたらドーンと出てしまうような選手とかね。そうですね、奇襲でかけられる方もいるので気は抜けないです。けどよ、はい、高知のバンクで山原さんはレースを何回か見たけど、はい、どっからでも来いみたいな顔してるね。あ、もう不利してるかもしれないです。あ、顔だけは余裕の顔して、内心は結構ドキドキしてるかもしれない。大丈夫、大丈夫、ありがとうございます。ドキドキしやべん、うん、でね、明日ね、これから3日間走って、コーチの不安もね、ちょっとコーチもね、ちょっと低迷気味というか、あれやから、この3人でよ、うんと賑やかにして、それから買ってもらうことが一番賑やかになることやけど、そこで一つ明日からのよね、決意をよね、述べて。3日間精一杯頑張ります。応援お願いします。はい、どうもありがとう。3日間前々で、まあ、いいレースができるように頑張ります。応援よろしくお願いします。はい。もっと飛び越えてよ。本当。じゃあ、まあ、チャレンジの高弘くんと AQ12 班のリン君とガールズの私で、みんなでここにまた来れるように、優勝報告できるように頑張るので、地元の応援お願いします。はい、どうも。
ありがとう。頑張ってよ。ホーム優勝して、ここでホームして、あの、副部長にもう一回打っていてもらおう。本当ですね。一発写真撮ってもらえるように。はい。で、今からガッツポーズで。はい、すいません。ね、これガッツポーズで大変。